財務諸表を読んで投資をする人を一人でも増やしたい。どうもクラゲです。本日は S&P500 株価指数を算出する金融情報会社 S&P グローバルの財務データ分析をしていこうと思います。株式投資をする際は銘柄の財務諸表をしっかりと読んでから投資をすることが大切です。この動画を見てもらえれば S&P グローバルの業績から財務、そして成長性に至るまであらゆるデータを10分程度で確認できるようになっていますから、ぜひ見ていってほしいなと思います。それではやっていきましょう。まずは1分で簡単な会社概要を確認します。 S&P グローバルは金融情報サービスを提供する企業で、業界内で時価総額1位です。具体的に売上高比率を見ていくと、まず1つ目はレーティングです。このセグメントは信用格付け、リサーチ、分析を提供し、投資家の再建投資の意思決定をサポートするものです。売上高比率は 49% で最も高くなっています。2つ目はマーケットインテリジェンスです。このセグメントは投資銀行や投資を行う政府機関、企業などの組織に対してパフォーマンス追跡やデータの提供、信用リスク分析などを提供しています。売上高比率は 27% です。続いて3つ目はインデックスです。このセグメントは S&P500 インデックスを代表とするベンチマークを開発し、使用料を得ています。割合は 14% です。最後4つ目はプラッツです。このセグメントではコモディティ市場の情報およびベンチマークをエネルギー企業や石油化学企業などの事業者に提供しています。割合は 11% です。また売上全体を見たときに 39% がサブスクリプション収入になっており、安定した収益を上げられる企業という特徴を持っています。データ一つ目は貸借対照表です。まず薄い赤色で示している流動資産が薄い青色流動負債を上回っていて、短期的な資金繰りには問題なさそうですよね。実際に現金は 6.5 ビリオンドルあり、短期の負債はすぐにでも返済できる状態です。ただ貸借対照表右側を見てみると、青色系で示している負債の割合が高いことがわかりますよね。これは S&P グローバルが出た利益のほとんどを自社株買いや配当で株主に還元をしているからです。実際に自己株式が日本円で約1兆6000億円も積み上がっていますから、いかに自社株買いを大量に行ってきたのかがわかります。今後のスライドで本当に負債が多いのかだったり、株主還元についてだったりもしっかりと確認をしていきましょう。続いて損益計算書の推移です。赤いグラフ売上高の推移は順調な増加傾向で素晴らしいですよね。また紫色で示している当期純利益も2014年以外は安定的に推移していることがわかります。この赤字となった2014年に何があったかというと、米司法省からの訴訟によって和解金16億ドル、日本円で1900億円の支払いがありました。じゃあ一体何で訴えられていたのかというと、信用の低い、つまりリスクの高い住宅ローン担保証券をたくさんの手数料を得るために不当に格付けを高くしたという事件です。いわゆるリーマンショックの要因となった事件です。こちらは損益計算書から利益の部分と利益率を抜き出したデータです。緑色の営業利益と青色の当期純利益の推移は、和解金を支払った2014年を除けば順調に増加傾向であることがわかりますよね。さらに黄色の折れ線で示している当期純利益率を見てみても、2021年には利益率 36% を記録し、かなりの高水準です。また同業のライバル企業ムーディーズと比べてみると、どちらも利益率 36% ということで優劣はありません。いずれにせよ利益率は超高水準で素晴らしいです。続いて売上高成長率と営業利益成長率で成長性を見ていこうと思います。青い折れ線売上高成長率は過去10年で一度もマイナスになったことがなく、安定的に成長してきたことがわかりますよね。またオレンジの折れ線営業利益成長率を見てみても、マイナスを記録したのはたったの2回だけで、しかもそのうちの1年は罰金による減益ですので、これまた素晴らしい成長力です。
またもっと分かりやすいように年平均成長率を示す CAGR を計算してみると、売上高成長率が 7.2%、 営業利益成長率は 14.9% となっていることが分かりました。こう見ると S&P グローバルは毎年営業利益を2桁成長させてきたことになりますから、素晴らしい成長力です。続いてキャッシュフローの推移です。オレンジ色のグラフ、営業キャッシュフローはしっかりと拡大傾向で、収益が拡大していることが分かりますよね。続いて2015年の青色のグラフ、投資キャッシュフローに注目してほしいんですが、大きくマイナスを掘り下げていることが分かりますよね。これは2015年にニュース、データ、分析ツールを提供するグローバル企業 SNL フィナンシャル社を約22億ドルで買収したためです。その結果、黄色のフリーキャッシュローを見てみるとマイナスになっています。しかしフリーキャッシュローは過去10年でマイナスとなったのはその1年だけで、安定したキャッシュローがある企業と言えそうです。こちらは一株当たりのデータです。S&P グローバルは売上高、利益ともに拡大傾向でしたから、もちろん一株当たりのデータに関しても増加傾向です。しかし忘れてはいけないのが株式枚数の存在です。動画後半に改めて確認をしますが、 S&P グローバルは積極的に自社株買いを行い、株式枚数を減少させることで一株当たりのデータをさらに拡大させてきました。一株当たりのデータの拡大は一株当たりの取り分を増加させることを意味しますから、ここは嬉しいポイントです。続いて収益性を見るために ROE と ROA を見ていきます。まず見た瞬間に緑色の折れ線 ROE の値がおかしいと感じますよね。これは S&P グローバルの純資産が極端に小さいからです。よく考えてみると ROE の計算式では分母に純資産が来るので納得ですよね。なので今回は ROE ではなく ROA で収益性を測っていきたいと思います。黄色い折れ線 ROA を見てみると2021年に 20% を記録しています。米国企業の平均が ROA 6% と言われていますから、 S&P グローバルの収益性はかなり高いと評価できそうです。こちらは売上高費用比率、売上の何%を各費用が食いつぶしているかを示したグラフです。 S&P グローバルの財務諸表には原価としての計上がないので、ここは見る必要はありません。費用の大半を占めているオレンジのグラフ、販管比率を見てみると年々減少傾向で、コストが縮小していることが分かりますよね。利益率のところでも確認をしましたが、 S&P グローバルの利益率は上昇傾向で、最新は 36% で高利益率ですから、コスト面では優秀な企業です。続いて自己資本比率、流動比率、利益剰余金比率の観点から安全性を見ていきます。青い折れ線流動比率は安定して 100% を超えていますから、短期的な資金繰りには問題なさそうですよね。ただしオレンジの折れ線自己資本比率は 10% 程度で低空飛行となっています。これは決して儲かっていないわけではなく、出た利益のほとんどを自社株買いや配当で放出しているからです。なので実際に利益剰余金がマイナスとなる時もしばしばありますから、緑色の折れ線利益剰余金比率も参考になる数値ではありません。個人的には十分なキャッシュフローがあり、株主還元によって自己資本比率が低下しているのは問題ないと考えているので、 S&P グローバルの安全性は問題ないと考えています。続いて長期借入金の側面から安全性を見ていきます。青色のグラフは長期借入金の推移で、折れ線はフリーキャッシュフローまたは利益の何倍の長期借入金があるかを示したグラフです。グラフを見ると2015年に顕著な増加が見られますよね。これは SNL フィナンシャル社を22億ドルで買収するための資金調達と考えられます。続いて折れ線を見ることで長期借入金の量を評価していきます。2021年のデータを見てみると、現在の長期借入金はフリーキャッシュローの 1.18 倍、純利益の 1.36 倍であることが分かりました。これはつまりフリーキャッシュローを全て借金返済に使えば1年ちょっとで完済できるということになりますよね。安全性についてまとめると、 S&P グローバルは
短期的な資金繰りには問題ないですし、長期借入金も少なく財務健全であると言えそうです。こちらは利益剰余金とその変化率のグラフです。薄い緑色で示している自己株式調整利益剰余金は利益剰余金から自己株式を引いたもので、より現実的な値になります。薄い緑色自己株式調整利益剰余金は毎年ゼロ付近を推移し、内部留保が積み上がっていないことが分かりますよね。ただ S&P グローバルはしっかりと利益が出ている会社だったはずです。にもかかわらず利益が積み上がっていかないのは、利益以上に配当や自社株買いを行う年があったからです。ここら辺の株主還元については次のスライドでしっかりと確認をしていきましょう。こちらは1株あたりどれだけ自社株買いが行われたかを示す1株自社株買いと、利益の何パーセントを自社株買いに使ったかを示す自社株買い成功です。グラフを見ると最新の2021年以外の年では定期的に自社株買いを行ってきたことが分かりますよね。さらに折れ線を見てみると、利益の半分は自社株買いに使っていることが分かりますから、自社株買いに積極的な企業と言えそうです。続いて株式枚数と変化率のデータです。グラフを見ると株式枚数が減少傾向であることが分かりますよね。先ほど S&P グローバルが定期的に自社株買いを行っていることを確認しましたから、当然の結果です。自社株買いによって株式枚数が減少すると、1株あたりの取り分が増加し、株価の直接的な上昇要因となりますから、投資家としては嬉しいポイントです。続いて配当関係のデータです。グラフを見ると増配傾向であることが分かりますよね。さらにここまで増配しているのに、緑色の折線配当成功は 25% となっていて、余裕が感じられる点も素晴らしいです。ちなみに現在の予想ベースの配当利回りが 1% となっていて、低い水準ではないので、ちょっとしたインカムが欲しい投資家にも魅力的かもしれません。最後に株主還元成功を確認しましょう。こちらの指標は利益の何パーセントを配当と自社株買いに当てたかを表すものになります。グラフを見ると大半の年で利益以上の配当と自社株買いを行っていることが分かりますよね。 S&P グローバルは安定かつ潤沢なキャッシュローを武器に、今後の株主還元にも期待できる企業だと考えています。最後にまとめです。動画で言ったいいところ悪いところを簡単にまとめています。 S&P グローバルは収益性、成長性、キャッシュフロー、財務健全性、どこを見ても非の打ち所がない財務諸表をしていました。加えて儲かっているということだけではなく、出た利益を自社株買いや配当に積極的に回すことで株主還元をしっかりと行っているという点も嬉しいポイントでした。ということで最後にクラゲ的評価、5段階評価で星5つをつけさせてもらいます。私はですね、財務諸表を見てデータを可視化することで投資判断の優位性が生まれると思っていますし、そういう人が増えたらいいなと思って活動をしています。なので初心者でも財務データ分析ができるように、再生リストで財務データ分析のための会計知識というのを作っています。この再生リストを見てから分析動画を見てもらえると納得感を持って楽しめると思いますので、こちらもぜひよろしくお願いします。皆さんの注目銘柄は何ですか？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。今日も自由のために頑張っていきましょう。それでは That's it。 ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは米国株の財務諸表データを分析しています。また Twitter では1日1銘柄米国株のデータを写真付きで公開しています。銘柄リクエストも随時受け付けているので、チャンネル登録、コメント、Twitter のフォローよろしくお願いします。